福西隆氏は、愛媛県新浜市出身の元サッカー選手、サッカー指導者、NHK サッカー解説者、タレント。ポジションはミッドフィールダーで、ボランチを務めた。元日本代表、サムデイに所属。日韓、ドイツワールドカップ日本代表メンバー。新居浜市立新号小学校、新居浜市立川東中学校、新居浜工業高校卒業。 小学校4年生の時、地元のサッカースクールでサッカーを始めた。また、中学生の頃までは、並行して、機械体操に取り組んでおり、ここで養われた、バランス感覚や跳躍力、柔軟性が後に、サッカーに生かされることになっていると、自身で分析している。1992年、高校へ進学。当時のポジションはフォワードだった。 高校3年時の1994年に高校総体に一度出場したものの結果を残せず、世代別代表にも選出されていなかったが、総体県予選の準決勝で対戦校の選手を視察しに訪れていたジュビロ岩田の石井智之スカウトが福西に目を留めたことをきっかけにプロ入りの機会をつかむ。1995年、高校卒業後ジュビロ岩田に入団。 FW での出場機会を得られずにいたところ、半フト監督からボランチでのプレーを進められ、コンバートを決めた。同ポジションのドゥンガの熱血指導を受けつつ、同年8月には早くもトップデビュー。スピードや運動量を増えてとする福西にとって、足の遅さをポジショニングや判断の良さで補うドゥンガのプレーは格好の手本となり、以後、主軸選手として、 岩田の黄金期を支えた。一方で、プロフェッショナルファウルを厭わない、激しいプレーを心情としたため、審判からは警戒されることになった。2000年に就任した、ハジェブスキー監督は、福西をリベロに廃し、しばしば守備システムのバランスを崩してしまっていたが、福西自身の守備センスはこのポジションの経験によって、磨かれた。2005年の J1 開幕戦、 対横浜 F マリノス戦では試合終了間際に決勝点を挙げたが競り合いの中で福西の右手にボールが当たってからのゴールだったことから神の手ゴールとして報じられた2006年末に翌シーズンに向けての契約交渉に臨んだ際若手をまとめるリーダーとしての役割を十分には果たせていなかったという評価から原俸提示を受け加えて 黄金期の岩田のサッカーを理想とし、リアクションではないサッカーがしたい。福西とアジウソン監督との戦術面での相違が重なった。ことから交渉が決裂し岩田対団を決意。名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド市原、千葉、FC 東京からオファーを受け争奪となった。2007年、FC 東京へ完全一席。 同年の選手編成発表員後の遺跡だったため、背番号に空きがなく、馴染みのない37番をつけることになった。自身にとって初めての遺跡であり、フィットするまでには多少の時間を要したが、結果としてオフザボールの動きの量を高めることになり、プレーの幅を広げた。カジヤマとの併用もありボランチだけでなく、トップ下でも力を発揮。技術や経験。 精神面での貢献は評価されていたものの、高年俸がネックとなり、1シーズン限りで対談した。首都圏でのプレーを希望し、2008年より東京ベルディへ完全一席。ここでも主力として起用されたが、クラブの経営悪化の煽りを受け1年での契約、非更新が発表された。その後行われた J1 第34節川崎フロンターレ戦では、 前半26分、川崎側のコーナーキックのこぼれ球をクリアした際に、福西の左腕が寺田周平に当たってしまい、これが主審の岡田正義に乱暴な行為とみなされ一発退場となった。その後福西は処分を受けこれが東京部位でのラストプレーとなり、クラブは J に降格を喫した。現役続行に意欲を持ち、 地元愛媛県の j に、愛媛 FC からオファーを受けたものの、条件面での不一致や J1 へのこだわりから合意には至らず、現役を引退した。2002年、日韓ワールドカップのメンバーに選出され、第2戦のロシア戦に出場。短時間の出場ながら、愛媛県出身者としては、初のワールドカップ出場であり、大会終了後には、同県から文化、 スポーツ賞を贈られた。ジーコ監督率いる日本代表チームでは、稲本純一の不傷離脱をきっかけに激戦区となっていたボランチのレギュラーを勝ち取り、危機察知力と競り合いの強さを発揮、中盤のバランサーとして重用された。ボランチの一角には中田秀俊が定着したが、果敢にボールを奪いに行くことを要求する中田と、中盤のスペース管理を優先する福西との間で、 ぶつかる場面もあった。2006年2度目となるドイツワールドカップでは2試合に先発出場した。ジーコの後任を担ったイビチャオシムはこの時の日本代表について中盤での守備を担う選手が不足しているとして水を運ぶ選手も必要だ。福西一人で水が運べるのかと評している。福西自身は後年岩田と代表とでは意識的にプレーを変え、 ゴールダッシュやバランスを取る役割をこなしていたと語る。2009年1月に現役引退を表明。ドイツワールドカップ日本代表では中田秀俊に次いで2人目の引退となった。5月、JFA アンバサダーに就任。同年末には公式戦5 0 0試合出場を達成した選手として J リーグから厚労選手賞として表彰された。2009年はスカバー。 のサッカー中継に解説者として出演し、NHK の J リーグタイムにもゲスト解説者扱いでたびたび出演した。2010年元日の NHK の天皇杯中継に出演し、2010年より木村和氏の公認として NHK の解説者として活動することが発表された。2012年ロンドンオリンピックではジャパンコンソーシアムの解説者として、 男女サッカーを担当。2013年、A 級ジェネラルコーチライセンスを受講。2014年に取得。2014年3月に、オーストラリアで行われた AFC アジアカップ2015の組み合わせ抽選会に、ドロワーとして参加した。2016年3月、J リーグの特任理事に就任。同年11月、JFA 公認 S 級コーチの資格を取得した。 2018年8月22日、東京都社会人、サッカーリーグ一部の南クズ SC への入団が発表され、現役復帰を果たした。同年12月24日、南クズ SC の監督に就任すると発表された。2019年11月、退任が発表された。サッカースクールスカイでの指導を行っている。その他の公式戦関連書籍。 ありがとうございます。